さあ、ではね、動画のガレージの方に戻ってきました。ここのね、アナリティクスをね、見てね、ちょっとね、詳細と見ていきたいと思います。集計さんが書いた方とか、いから現動画レポートで、今大体ね、これは8月10日から917ですから、4週レポートですね。28日、4週間。うん単位で、その区切って見てるやつになるんですけど、ちょっと今週が。そうするとこんな感じです。まあ、平均、50ぐらいになるのかな。足して割ったら50前後ぐらいで、毎日運動しておりまして、ですので、まあ、合わせて1800再生ぐらいをいただいてます。4週間。まあ、約1ヶ月ですよね。っていう感じで見えます。まあ、1ヶ月だと、その月によって、30日だったり、28日だったり、30日だったり、する兼ね合いがあるので、それでね、1日分の誤差が出てしまうんで、こういった4週で見るというのはね、これ、YouTube のアナリティクスもそのまま形になってますよね。基本はこれで、その、上がってるか下がってるか見た方が分かりやすい。日曜日に入ってくる感じかもしれないですからね。祝日はどうしてもね、変わっちゃいますけど、ということなんで、傾向としてはこんな感じで増えてますよってことですね。コメントをして、で、動画がやっぱね、数が増えてますからね、110増えて、今803という形になっておりますと、いうことなんで、まあこれをね、こう見ると、まあ最後までね、増やして、こうやりね、結構、数打つのが大事になってくるなという感じしますよね。で、まあ、ざっくりと言うとこういう傾向で、実際に月別でね、ちょっとチラッと見てみましょうか。全動画レポートで、こんな感じで、カスタムっていうのがあるんで、これでにすると、カスタムで、その、月のね、見たいところが見えます。ですから、この前上がってきてるのが、どこ ?6 月と7月が上がってきてる ?6 月分と7月分なんで、じゃあ6月と7月のデータを見てみましょうか。6月の1日から30日までの、1ヶ月間のデータっていうのをこういう風にして、見ることもできます。これ結構ね、便利です。で、じゃあこの期間ってどんな感じだったのかなというと、再生数は2800。ボンと抜けてるのは確か1日180本投稿した時かな。186本か。はい、185だったっけ。でね、投稿したという時ですね。で、その時はやはり、再生数も増えてますと。498までいってるんで、ちょっとここが抜けてるんでね、他が少ないように見えますけど、何倍にって130とかね、入ってるっていうことなんで、3本とか5本投稿にね。これもいい感じなのかなという感じですね。で、257円にやっていて、308コメントをいただいていて、350本動画が投稿されていて、ここが多いですよね。で、再生数は2842ってことだったんで、単純に再生数から考えてみると、2842で、284。5月から先見ましょうか。5月1日から31で見てみると、5月分は133再生ね。133の13。14133か。14133の、13。投稿数と、これが視聴回数で、これがコメントですよね。で、ここがなんだ、いいね、グッド、うん、いいね、が3ということですね。で、この時は10ポイントでしたよと。で、6月が、これ作ってからやっときよって今思ったんですよ。今ね、思いついて作ってますからね、私は。はい。それ。6月はどんな感じなのかな。6月は、3522842。あ、ちょうどカメラのところに来てるな。これが。使わねえだろ、今日から。3521852。あ、2842か。2842、308257。
で、この期間が1402で、7月は、7月は、2042に2522で、あ、こっちの方が再生数は少ないんだ。で、329319だよね。7月1日から31で、で、319で、で、クリエイターのやつが22532253ですから、パッて見てみると単純によく再生数からって言われるじゃないですか。再生数あたりで見てみると結構いいですよね。ちょっと試しに出してみましょうか。1回目はね、こそ0.07 円っていうことなんでね、全然低い数字になってますけど、6月は、1再生あたりの参加って見てみると 0.49 円で、7月は 0.89 円ってことなんですよね。で、これがよくYouTube の方だと 0.1 円とかって言われるじゃないですか。まあ、実際は日本だとちょっと単価が高くて 0.2 から 0.3 円ぐらいじゃないのっていう、話なんですけど、まあこれは公表がされてないのでわからないですよね。っていうことなんですけど、こうやって見てみると、ニコ動単純にね、視聴数とあれで割ってみると、すごく高いし、すげえ変動があるなっていうのがわかりますよね。やっぱ見てみると、ですから、どっちかというと、グッドコメント数とか、こういったところの方が大きいのかな。投稿数はね、6月から1日180本とかやった時期があるんで、量が多いですけど、7月 でも少ないけど、結局まあ、その分積み重ねもあるとはいえ、でも積み重ねの場合は基本的にじゃあ単価は下がりそうなもんなんですけど、単価が上がってるってことは、結構やっぱコメント、人とかは大きいのかなっていうのがすごく見て取れますよね。傾向としてはね。お、これはいい傾向じゃないですかということでございますね。っていうことなんで、実際にじゃあ、7月の動画で、ちなみにこんな感じで結構傾向と比較とかも出るんですよ。で、これも全体比較とかもできるんで、こういうようなやつも見れたりします。男女比でいくと、うちが 94% ほぼ男性、っていうことになってるわけですね。で、まあ、見てみると全体は、意外と7-3なんですね。7-3で、男女比になってるってこと。まあ、もともと男性が多いっていうの傾向としてあるんですけど、うちの場合はもう完全に、女性客のお客さんが、少ないよと。いうのは、まあ、見て取れますね。で、こうやって見てみるとね、ちょっと面白いのが、だって10代入ってるんですね。で、逆に20代がすごく少なくて、で、やっぱ同世代、うちのね、世代のところが、多いよっていうのは傾向になってますね。で、ニコニコ全体で見てみると、意外とやっぱ若い子でも見てる人が多いんだなっていうのはわかりますよね。っていうことですよね。13から13ね、17歳未満の人はやっぱ YouTube 技術がある兼ね合いで当てようにいくし、まあ別にキッズ向けコンテンツとかね、っていうのが、まあ、そんなないですからね、ニコニコの場合はね。まあ、アニメはありますけど、っていう感じではあるので、まあ、この傾向にはなるのかなとは思いますね。まあ、だから、キッズ向けを狙うっていうのも、手かもしれませんけど、まあ、正直、うん。まあ、キッズの、オタク症候群、ね、オタク予備軍をね、育てるという意味ではね、非常にいいのかもしれませんけどね、そういう意味のね、ね、そういったね、YouTube キッズにはないようなね、まあ、ある意味ほら、うちもキッズ向けに見せたら、ある意味ね、ほら、見てみなさい。こんな残念な姿を見てみなさい。こうなりたくなかったら、ちゃんと勉強しなさいって、反面教師になるはずですからね、ぜひ使ってもらえたらと思います。まあ、20代がちょっと弱いのかなっていう傾向ありますね。25から34、いわゆる、アラサーですよね。そういう切り方は20代、20代じゃないですね。18、24、そうか、っていう感じなんですね。ですから、だからキッズが意外と入ってね、13から17歳が、うち 8% ってことで平均の4倍入ってるわけですもんね。で、見てみると、やっぱり
キッズチャンネルとしての、ね、こんな、おっさん、一人身のおっさんの、ぐだぐだと、狂気のようにね、喋り続ける、こんな、アラフォーのおっさんの、やつが、いいのかどうかはわかりませんけどね。っていう感じですね。まあでもこういうのを見れるのも面白いですよね。で、全体で見てみると、意外と10代、20代、若い子も、いるっていうのは、これはでも、ちょっと、ニコニコ全体としては、意外と、ニコニコ全体の数字を見るとね、うちのところはちょっととんがってますけど、まあ、しゃあない。もう、やってるのがおっさんですからね。それはしゃあないんですよ。っていうことなんですけど、逆に言うと、同世代がちゃんと、入ってるっていうのは、まあ、これはもちろん狙い通りなんで、同世代、まずはね、取っとかないとねっていうところがあるんで、うん、そこのところはちょっと取れてるっていうのは大きいのかなっていう気がしますね。で、ニコニコ全体としては意外と若い子も多いんで、そのあたりがいいのかなって感じがしますね。で、デバイス傾向としては、パソコンで見てる方がやっぱほぼですね、全体の傾向を比較すると、全体だと意外と iOS、でもやっぱパソコンが多いっていうのはやっぱ特徴でしょうね。多分 YouTube だと、モバイル市場の比率の方が逆に上がるんじゃないかな、足したら。っていうぐらいの。あ、こっちもでも足したらそうか。ブラウザ版14、28の、37ですか。そうですね。うん。っていうことですね。で、アクセスを求めてみると、ニコニコ台がやっぱ多いですよね。まあ、そういうふうになりますね。で、投稿動画などから見てもらって、インプレッションとかっていうところですね。いわゆる、YouTube の方、言い方にすると。で、Twitter の外部アクセスは 6% ってことですけど、まあ、何やかんやアクセスいただいてるっていうことですね。ですので、Twitter の、やつ、自動リンク貼っといたら、まあ、あながち、全然無駄ではなかったんだろうな、っていうところがありますよね。で、Google 検索とかでも入ってくるようになってます。これはもう結構検索ワードに引っかかるように、これ特にニコニコ内の検索に行くと、実は、Google 検索との連動で言うと、実はニコニコの方が連動させやすいというか、さしとけば、上がってくる傾向があるんで、YouTube の方のがね、結局それ以上に再生数とか人気の差が、忖度されちゃうもんで、結構忖度されるんですよね、YouTube の方が。だから、一定 の、 分水嶺を超えてしまったら、多少検索用語と違っても、もしかしてこれじゃねえって言って、その人気 YouTuber さんの方が上に上がってきたりするんで、そういったところを、うまいことできれば、ぐっといくのが多分、だから知り合いでギャッていきやすいのは、行く傾向は分水嶺を超えてしまえたらギャッていけるのが YouTube で、ニコ動はどっちかというと、こういった二次関数のグラフと、ビュッていく二次関数のグラフが YouTube だとすると、比較的、一次関数だったっけ、横ばいな感じのね、グラフで作れるのがニコニコなのかなという感じがしましたね。っていう傾向がありますというですね、月ごとの動画の人気って出たっけ、出ないのかな。そうですね。で、動画別レポートで見てみて、投稿日程の再生数で、ね、見てみると、傾向としてはやっぱ昔にね、10年前に、13年前にアップロードしとったね、動画がやっぱバッと上に上がってくるっていう中で、まあこれは仕方ない。もう十何年のね、積み重ねがあって、まあおかげでね、今、こう、うちがね、子さんって言い張れるわけですからね、まあ上げといてよかったな、ということですね。まあ、当時から21分、48分も、これ、21分の動画って、何パック開封したんやったっけ？めっちゃパック数少なかったっすよね。っていう風に考えると、ひどいね。ですね。で、うん。低いけどね。とか、で、あとで、とか PV ね。まあ、結構うちが今押して、上げてるんで、それの兼ね合いもあって、結構伸びてくれてますね。まあやっぱ PV で見てもらった方が手っ取り早いんで、うちの場合は、どっちかというと、1話ごとこそね、5分とか10分の短い動画にはしてますけど、全体として見ると、それが40本撮りとかね、30本とかそういう風な形になってるんで、やっぱしね、まとめの PV、CM とかで、まずインプレッションかけるのがいいのかなっていうので、今一応そういうような感じにしてます。あとはまあ、単発の一発の、こういったビガー色するとこうなるみたいな動画とかね、こういったので、ちょっと、狙いをつけてるっていう感じですね。だから、
でも意外と24時間耐久ネットとかも47再生とか入っておったりとかっていう結果があるんですね。あ、で、直近30日間変動値っていうのもあるんですね。で、これにしてみると、やっぱ直近伸びてるのは高校ですよっていうので、これは、9月の話になって、8月、9月のところなんで、さっきのところとはちょっとね、変わってきますけど、ということは、やっぱ PV 動画の方が、まあ、伸ばしてるというのもあるし、伸びてるのかなっていう傾向はあるって形ですね。なるほどな。ちなみに8月のデータ見てみましょうか。8月のサーベイはやっときましょうか。で、8月の1日から31日はどんな傾向だったかな。152、動画投稿本数が152。で、再生数が188にちょっと落ちてんだな。あとか、まあそうか、単純に、バカみたいに上げてましたもんね、この2ヶ月が。うん。1日10本とか上げてたりしてたんで、まあそれはあるでしょうね。で、8月はね、ちょっと力入れてなかった、入れたかったけど、どうしても資格試験の勉強ね、の兼ね合いで、っていうのがあったんで、139、139、コメント139のいいねが164。だと多分収益としてはここは落ちるんだろうなっていう予想がつきますよね。なるほどな。一応こういうような傾向があるんだなっていうのが分かってきますね。いう感じですね。まあ収益に関してはこんな感じですよと、いうことなんで。どうしよう、YouTube の人気動画とかの傾向は、そっちはまだ別で撮りますわ。とりあえずこんな感じになってるんで、まあ、結論としてはね、先に結論言いよう。ぐらぐらやりましたけど、まあ、やっぱし思ったよりも、ちゃんと入るなってことなんで、まあ、もちろんこれでね、生活しようと思ったら、もうそれに全然ね、無理な、数字なんで、YouTuber になりたいで、これ一山当てるぜっていう人が、なんだよっていう数字だとは思いますけど、普通にやっぱね、副業的にね、やるならね、まあ、1日、だから、1月、まあ、だいたい2万円目安か、2万円目安、超えてくると20万円、年間20万円になってくるんで、雑収入のね、確定申告とかが必要になってくるんだっけな、っていう傾向、ことはあるんですけど、まあ、ですから5、6000円とか1万円とか前後でね、その入ってる分にはね、なんだ問題はありませんので、ですからね、結構皆さんもポッと始めて、ちょっと腕試しというかね、そういったのをしてみるのがいいのかもしれませんね。まあ、で、傾向としては、ニコ動については、またこれもまた別でしっかりとやってみようかなとも思いますけど、もう完全に、いわゆる VTuber 系というよりは、まあ、ボイスロイド系ですね。ボイスロイド、ゆっくり系がもうほぼほぼ8割以上、占めてる状態なので、逆に言うと、こうやって、肉声でね、喋って、顔出ししてね、やるような、いわゆる YouTube の YouTuber さんっていうような感じの、スタイルでやってるところは逆に言うとすごく少ないんで、こういったね、ことをね、やる人をね、ニコ動でもね、増やせたらなと思いますよね。言うてうちは13年ずっとやってるわけですからね。まあ、だから13年やって火がついてないことなんて、まあ、きっと火がつくことないんじゃねえかっていう気もしますけどね。まあ、そんな感じで、まあ、こっちはね、一応これで飲もうのか。まあ、また、そのあたりもね、メリット、デメリットとかっていうのは話はね、またしてみたいと思いますけど、ね。まあ、うちはこのスタイルでやっていくぞっていうことなんでね。またね、こういう感じでね。今後もね、ちょっとお客さんね、続けていけるように。まあ、もちろん YouTube の方もね、どんとね、いけたらね、いいなっていうところはありますんで、そっちの方のね、やつもちょっと、この後動画撮りますんで、また、見ていただければと思います。ということでね、ぜひね、この動画がいいなと思っていただいたらね、高評価、コメント、ね、あと、転載とかね、いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。特にニコとコメント、いいね、よろしくお願いします。大きいってことを分かってきましたね。よろしくお願いいたします。ということで、この動画以上でございます。ご視聴ありがとうございました。